一進一退の攻防を繰り広げる。準々決勝の第4試合は第3試合に続いてエクストラインニングに入っています。去年の先輩たちを超えてみせる確固たる意志を持って臨んだ10回の裏、攻撃は高打順2番滝沢から。飛びつく深いところ内野安打、4対4同点。10回の裏、前橋工業サヨナラのチャンス。セカンド前進、ピッチャーに任せる。送りバントが決まりました。そしてこのサヨナラのクライマックスでキャプテンで4番の寺内がバッターボックスに入ります。勝負に行きました。鈍い当たり、ピッチャーゴロ、キャッチャーゴロになりました。全力で投げました。